どうもこんにちは、本田です。それでは先ほどの動画の演習問題を解いてもらいます。 X は3より大きく5より小さい、 Y はマイナス5より大きく1より小さい。この時3分の 2X マイナス Y の範囲を求めてください。一旦一時停止ボタンを押してもらって、この問題にチャレンジしてください。3秒後に解説を始めます。お願いします。はい、いいですか。そしたら一緒に確認していこう。これは与えられた不等式に肉付けしてこの形に持っていけばいいんだよね。まずは 2x の範囲を求める。これは x の範囲全体を2倍すればいいからこうなる。これを計算して 2x の範囲は6より大きく10より小さい。次にマイナス y の範囲を求める。マイナス y の範囲は y の範囲全体にマイナス1をかければいいよね。ただしマイナスをかけるということは不等号の向きが逆になる。このことに注意してマイナス y の範囲を考えるとこうなる。これを計算してマイナス y の範囲はマイナス1よりも大きく5よりも小さい。そしたらこの2つの不等式を足す。するとこうなる。最後にこの範囲全体を3で割ればいいからこうなる。これを約分して3分の 2x マイナス y の範囲は3分の5よりも大きく5よりも小さい。これ答え。不等式はマイナスをかけたりマイナスで割ったりするときには不等号の向きが逆になる。これにだけ注意しよう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。